こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、非常にレアでですね、お探しの方も多かったであろうレンズですね。こちら、フランスのですね、はい、アンジェニュー製のライカの R 用ズームレンズになっております。はい、ご覧の通りですね、はい、アンジェニューですね、アンジェニックスパリって書いてありますよね。はい、アンジェニューズーム 45mm90mm のライカ R 用レンズになっております。はい、ご覧いただいている通りのですね、結構大ぶりなレンズになっておりますね。ライカの R 用のレンズはカムタイプっていうのがあるんですけれども、こちらはですね、ご覧いただいてますようにカムが 1、2本ある、いわゆる2カムと言われるタイプのレンズになっておりますね。はい、ま、近年はほぼほぼですね、変換アダプター経由で、こういったソニーの α7 とかでご使用いただく方が多いかと思われますので、このカムタイプはですね、ほぼほぼあまり気にされなくてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ご覧のようにですね、メイドインフランスですね。はい、でもって今回はですね、こちら非常に珍しいライツの革ケース付きですね。このハード系のこの革ケース付きとなっておりますので、はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい、じゃあ外観から見ていきますね。はい、ご覧いただいてます通り、目につくすれ当たりへこみとかですね、目立つような瑕疵は見当たらないんですけれども、若干のですね、こう塗装のテカリみたいなものが見えますね。はい、こういうローレットの摩耗とか傷とかですね、そういったものは見当たらないんですけれども、ご覧のように若干のですね、使用感テカリみたいなものがありますので、それだけご留意いただけたらと思います。ご覧のようにこちらのフードですね、純正のフードと、まあ、コンタクト製になるんですけれども、プロテクトフィルター、こちらですね。はい、こちらのフィルターも付属しております。はい、あとは前後キャップですね。はい、こちらのキャップも付属しております。はい、こんな感じですね。はい、レンズなんですけれども、こちらもですね、前玉後玉ともに擦り傷、引っかき傷とか、コーティングの剥離とか摩耗とか見られませんで、画質に影響するような瑕疵はですね、ほぼほぼ全く見当たらないと言っていいと思います。ご覧いただいている通りですね、外観につきましてはこの動画と画像もたくさんなるべく掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。はい、こうライトに透かしてみてもですね、この曇りカビとかバルサム切れ、チリホコリの混入とかですね、まあほぼほぼ見えない綺麗な状態ですよね。まあゼロとは言いませんけれども、だいぶ綺麗な状態と言っていいですね。撮影にご使用いただいて影響が出るような瑕疵はないと思っていただいて大丈夫だと思います。はい、こんな感じですね。はい、絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛みとか油のりなどは見当たらないです。はい、ズームのこの動きとかですね、ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いておりまして、グリス切れとかですね、グリスの固着による動きムラは全く感じないですね。はい、非常にいい調子です。付属品がこちらのリアキャップと、まあ、先ほどもご覧いただきましたこのプロテクトフィルターですね、フィルターと
こちらのフードですね、はい、こちらをお付けいたします。それとこちらのキャップですね、フードの上からつけるタイプのこのキャップと、こちらのハードケース、こちらが付属しております。こちらですね、ハードケースの中にこうすっぽりと、はい、収まるような形になっております。はい、ということで、はい、非常に希少なライツの、はい、R タイプレンズ、ライツの一眼レフ用の R タイプレンズですね、アンジニウス製のズームレンズ、40ミリから45ミリ、90ミリですね、40ミリから49ミリ、あ、じゃなくて40ミリから90ミリのレンズとなっております。はい、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態のですね、非常にいいレンズとなっておりますけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい、オプションからですね、まあ整備後のお届けをお選びいただけましたら、当社で、ですね、3、4週間から4、5週間ぐらいちょっとお預かりいただきまして、整備後のお届けを実施させていただきます。はい、ということで、はい、非常に希少でですね、人気の高いお探しの方も多かったと思われます、アンジニューのライツの一眼レフ用のレンズ、アンジニックスズーム45ミリから90ミリとなっております。はい、なかなか年間通しても、出物のないモデルとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。